子どもたちがガスショールームの仕事を体験したのは日本海ガスショールームプレーゴです。環境に優しい調理方法エコクッキングで夏野菜を使ったドライカレーやコンソメスープを作りました。食品ロスを減らすためにナスはヘタを取って先端まで使い、人参は皮を剥かずに切ります。またピーマンや玉ねぎもできるだけ細かく切って火を通りやすくします。切った野菜を炒めて味をつければ完成。自分たちで作った料理に満足した様子です。食べた後は食器の汚れを拭き取り、洗う際に水の節約を心がけます。家でもまたエコクッキングで料理を作ってみたいです。今日教えてもらったことを意識してこれからも料理